本日も、堀口秀俊スペシャルの時間が、やってきてしまいました。例の件に関する、暇な空白チャンネルの生放送を、心待ちにしている人も多いはずです。しかし、非常に残念なお知らせがあります。おそらく本日は、例の件に関する生放送はありません。というのも、中川弁護士に色々動きがありまして、暇空茜様は、中川弁護士の動画を作るみたいです。暇空茜様のツイートから引用します。たっちゃんツイートを動画出すから、堀口スペシャルは今日もなしっすかね。文句はたっちゃんに言うて。たっちゃん。お前だけは絶対に許さない、やつあたり。というわけで、堀口秀俊生配信スペシャルは、もう少し先になりそうです。なんか中川弁護士が、コラボ弁護団から脱退する、と言い出しています。そんな、せっかく見つけた、タクちゃんの居場所だったのに。嘘だろ、タクちゃん。まあぶっちゃけ、コラボ弁護団として活動していても、将来的にそんなに良いことなさそうなので、個人的にはさっさと脱退した方が良いと思いますが、それにしても、中川弁護士は別に悪くないものの、中川弁護士のせいで、堀口秀俊生放送スペシャルが延期になった、みたいな感じになってるの笑う。いくらなんでも、タイミングが悪すぎます。もうちょっと違うタイミングがあったでしょ絶対。まあ、そういうところも中川弁護士らしいといえば、らしいですけれども、さて、本題に入ります。今回はアナザースカイ編です。堀口くんが過去に書いたブログ記事が、なかなかに濃くて、記事1本で動画1本作れるぐらいの濃さだったので、早速紹介していきます。まずは、暇空茜様のツイートから引用します。堀口くんは、高校と大学の仲間に、一声かけたら、80人が集まって、学習院告発チームができた、とかおぼらおふくこです。真に受けないように。大丈夫ですか、堀口くん。あなたそれ、幻覚見えてるんじゃないですか。高校と大学の友達が80人。うせやろ。堀口くんってそんな人気者だったんですね。80名を超える組織は、今どうなってるんだろ。そこで高校や大学の仲間に声をかけた、私と同じ考えを持つ人たち、あるいは私の指示に従って、動いてくれる人たちをかき集め、部活やサークルを変え、やがては大学の雰囲気を変える、組織を作った、本体要員だけで約20名、部外要員も含めば約40名、各種協力者などのステークホルダーを合わせて約80名、6月に創設した組織を12月までの間に、かなりの大所帯にした、酸素欠乏症かなんか、友達100人で来たんを、と同じノリです。見てるこっちが恥ずかしくなるレベルです。こっちにまで精神的ダメージを与えてくるのは、やめてクレメンス。読み手に共感性羞恥心を与えて、精神攻撃をしてくるの、やめてもらっていいですか。ようやくだけでも、書き手の頭の良さがよくわかる記事です。さて、それでは今から約6年前に、堀口くんが書いた、凄まじい文章を引用していきます。ぜひこの動画を最後まで見てみてください。頭おかしなるで。2017年1月2日の記事です。こんな大学で良いのか、と悩み続けた、7ヶ月。記事のタイトルからして、いきなり学習院に対して、全力で喧嘩売っててささ。いいじゃないですか。学習院大学、一体何が不満なんですか。大学に行かせてもらえるだけで十分でしょ。世の中には大学に行きたいけれども、家庭の事情により、やむなく高卒で働いている人もいるんですよ。何甘えたこと言うとんねん我ー、秀俊。というか、学習院に不満があるなら、さっさと辞めて別の大学に行くなり、就職するなりすればよいでしょ。なんで7ヶ月も悩んでるんですか。昨日付け、である立場から退いた、6月に立ち上げた、ある組織のトップを辞し、後任たちに譲り渡すことにしたのだ。なんかまた、謎の設定が構築されています。そうか。秀俊って組織のトップだったんですね。それでまるで王のような、尊大な立ち振る舞いになったのでしょうか。タイトルのすぐ下の、1行目からこれですからね。もうとにかく自分を大きく見せたい。自分は素晴らしい人物だと思われたい。そんな思いが伝わってくる冒頭です。さて、学習院大学に入学してから7ヶ月、ずっと悩み、苦しみ続けてきたことがある。こんな大学で良いのか、3つの意味だ。自分から勝手に入学しといて、こんな大学で良いのか、と7ヶ月も悩むとか、受ける。それは、学習院が悪いのではなくて、堀口くんが単に、周りの環境に適応できていないだけなのでは。いや、もろちん、学習院で何があったのか、詳しいことは私は知りませんよ。しかし小中高と、あらゆるコミュニティでトラブルを起こしてきたのは、事実なわけですから、少しは変わろうという意識がないと、大学でも同じことになりますよそりゃ。一つは、こんなレベルの低い大学にいて、良いのか。自分から入っといて、この言い草です。言うは何しに、学習院大学へ。自分は特別な人間だ。こいつらとは違う。
という、堀口くん特有の上級思想が、透けて見えます。常に周りを見下していて、自分を上に見ていないと、こういう発言はなかなか出てきません。まだ中学2年生ぐらいだったら、ギリ許されるかもしれませんが、さすがに大学生にもなって、こんなことを言っているのは、ダメだと思います。学習院の全生徒及び OB に対して、完全に宣戦布告してますからね。これ、やばいわよ。もう一つは、大学の現状が、こんなままで良いのか。いや、大学の現状を憂う前に、自分自身の現状を憂いてくださいよ。どう考えても、大学の現状を心配している場合じゃないでしょ。大学辞めた後はどうしようとか、考えないのでしょうか。海外の大学に行って、ムッフ。とか妄想していたんですかね。堀口くんがこういう風に周りの何かをやたら問題視するのは自分の現状から目をそらしたいからというのもあるかもしれません。おそらく彼は何もしていないと将来が不安になってしまうのではないでしょうか。ある4月の昼、授業に向かう廊下を歩いていると、ある1年生が私を指差し笑いながらこう言った。あいつ超真面目なやつじゃん。意味がわからなかった。私のどこが真面目なのか。とはいえ、私はそうでないにしても、学問や学術に真摯に向き合おうとする人が、おそらく真面目と呼ばれるべき人であろう。大学において、真面目は笑われることなのか、どう考えても、理解ができなかった。いや、あのね、堀口くん。おそらくそれは違います。堀口くんの場合は、真面目だから笑われているのではなく、他の何らかの理由で、学内で有名人になっていて、たまたま真面目なことを、いじられただけだと思います。だって考えてみてくださいよ。大学のキャンパスを歩いていて、真面目なやつじゃん。って言われることなんか、まずないでしょ。よっぽど柄の悪いスーパーエフラン大学とかだったら、言われるかもしれませんが、学習院って多分、そこまで治安が悪い大学ではありません。単に堀口くんが真面目だったから、いじられたわけではなくて、堀口くんが過去に、何らかのやらかしをして、学内で嫌われているのではないか、と私は思いました。堀口くんはノートでも、大学時代に、育ちが悪いと言われた、と自分語りしていて、そのことをかなり根に持っている様子でした。育ちが悪いと言われたのも、よく考えるとおかしいんですよ。そんなひどい言葉、仲の良い友達には、絶対に言わないと思いませんか。何の理由もなく、そんなひどい言葉を言う人はなかなかいません。もしかしたら何か理由があったのではないでしょうか。堀口くんが話していないエピソードが、いろいろあるのかもしれません。真面目だから笑われている、などと思い込んでいる時点で、改善は期待できません。大学4年間の学費は約500万円。一人暮らしをするとすれば、同等のコストがかかるから、大学の4年間で、約1000万円の費用がかかる。決して小さくない。ともすれば払えない家庭すらある金額だ。それだけのコストをかけて、大学という教育機関に来ているのに、学問や学術に真摯に向き合うことを拒否し、向き合おうとする人を嘲笑する。その時点で、自分の北学習院大学という大学が、厳密に言えば少なくとも、学習院大学法学部政治学科が、極めてレベルの低い大学、学科であると気づいてしまった。なんというか、いつもの堀口秀俊くんです。うまくいかないと、クソデカ主語で、特性の属性を一括りにして、異常に敵視するという。例えば、チアリーダーに振られたら、チアリーダー全員を、慰安婦呼ばわりしたりとか、学習院で周りに溶け込めず、トラブルを起こしたことが原因で、堀口くんは学習院全体を、敵視してしまったのでしょう。最初の方は、学習院の中にもまともな人や、まともなサークルはある、というスタンスでしたが、途中からはそれもなくなり、学習院全体が悪だ、というスタンスになりました。あくまで一般論ですが、自分に合わなかったから、大学でトラブルを起こしたからというだけで、その大学のことを極めてレベルが低い、という人は、人間としてのレベルが、極めて高いと思います。同じ時期、部活とサークルを5つずつ選ぶことにした。一つは、第92代内閣総理大臣麻生太郎を輩出した、ヨット部と、名前だけはしっかりしている、国際政治研究会だ。やめてくれよ。絶望。堀口くんが部活に入ったら、なんかまたトラブルを起こしそうな感じがします。それなのになぜ、部活やサークルに入ろうとするのでしょうか。周りを見下しつつも、実は周りから認められたい、友達が欲しい、そんな思いが見えます。周りを見下しておきながら、周りにすり寄っていくのは、矛盾しています。やはり堀口くんは、自尊心を守るために、周りを見下しているに過ぎないのです。本当に周りのレベルが低いと思うのなら、部活やサークルに入る必要はありません。周りと関わらずに、孤高の大学生活を歩めばよいだけです。周りを見下しつつも、周りから受け入れられたい、そんなわがままが通用すると思ってんのか。ところが、こちらもまた、レベルの低い人たちだった。やっぱりな、ね。周りとうまくいかなかったんでしょうね。これだけでもわかります。部活やサークルでの人間関係の構築に、失敗してしまったのでしょう。だから、今までなぜトラブルを起こしてきたのか、その原因を分析して、反省しろよ。そんな当たり前のことが一切できてないから、何回も同じ失敗を繰り返すんだよ。しかし堀口くんは、なぜかわかりませんが、他人から指図されると、異常に拒否反応を示すので、おそらく改善は不可能です。なので、どうしようもないです。4月末、ヨット部に入ることを決めた人たちの、歓迎会があった。その二次会の席、飲み物の注文で希望を聞かれた時、私はウーロン茶を頼んだ。しかし、ある先輩がこう言った。お前、酒飲まないよな。ノンアルは
高いんだ。酒を飲めと、私の生年月日は1998年3月16日、その歓迎会は2016年4月下旬だったから、その時点での記事執筆時でもそうだが、年齢は18歳、未成年であるにもかかわらず、注文用のタブレットで無理やりウーロンハイを頼まれたのだ。うわぁ、正直な感想だった。とはいえ、飲まなければノープロブレム、そう高をくくって、スマートフォンを触っていたら、隣に座っていた副将、現在は師匠の模様が、飲まないと携帯を没収するぞ、と脅しをかけてきた。ああ、これに関しては周りが悪いです。アルハラはよくありません。勝手に自分でお酒を飲みまくって、それで急性アルコール中毒を起こして、自分が丸布なら、その人の勝手ですよ。しかし他人に飲酒を強要すると、下手したらその人が丸布可能性もあるわけで、もしそうなった時に責任を取れるのか、と言いたいです。ただまあ、これはあくまで堀口くんの主張ですから、そもそも、堀口秀俊の主張を信用することができるのか、と質問すると、多くの人は、リーガルライン厳守のため伏せ字、と答えるでしょう。学習院 OB の主張を聞いてみないと、何とも言えないところです。っていうかぶっちゃけ、未成年の大学生の飲酒なんて、大学だとそんなに珍しい話でもないでしょ。もろちん、いけないことではあるのですが、そんなことでいちいち告発サイトまで作って、大騒ぎすること自体が、全く空気読めていないというか、本当にくだらないなと思います。警察からしても、いちいち大学の未成年飲酒で通報されても、アホくさ、ってなるだけでしょ。こんなもん、ただ、飲酒の強要がもし本当だとすれば、それはよくありません。ここは穏便に飲むか、あるいは毅然と断るかの、どちらかでしょう。さて堀口くんは一体、どのような対応をしたのでしょうか。真面目扱いされるぐらいですから、きっとここは、鋼の意志で断ったのでしょう。さあ、男堀口秀俊、先輩の要求を断ってみせろ、男を見せろ秀俊。愛想笑いで流して、スマートフォンに戻っていたら、彼は私の買い替えたばかりの、違法録図に手をかけてきた。私は刑法第36条、正当防衛と、第37条緊急避難を、自分に言い聞かせ、仕方なく飲んだのだ。いやー、結局飲んだんかい。この流れは、飲酒を拒否して、その断り方があまりにもヤバすぎたため、周りから嫌われた。みたいな話の流れかなと思ったのですが、どうやら違うようです。飲酒の強要で、刑法を頭に思い浮かべた、とか言い始めるあたりが、堀口くんらしいです。法律の知識があって頭良さそう。アルコールの強要は、世間ではアルコールハラスメントとされ、一般企業であれば、大きな問題になっているレベルのことだ。しかし、少なくとも学習院大学ヨット部においては、法律が無視され、未成年ですら酒を飲まされるのだ。ちなみに、この後の入部式でも、日本酒を儀式として強要された。法律よりも慣習を優先する姿勢には、終始疑問を抱くばかりである。なお、調査したところ、学習院大学の多くの体育会系部活動でも、未成年への飲酒の強要が、慣習として行われているらしい。学習院大学部活動の多くは、犯罪組織である。この点をしっかり踏まえておきたい。ここの表現、下手したら、学習院大学から訴えられるんじゃないですか。大丈夫ですか堀口くん。確かにアルハラはいけない点には同意ですが、堀口くんの普段の言動を考慮すると、彼の主張を 100% 鵜呑みにするわけにはいきません。なので堀口くんが証拠もなく、学習院でこんなことがありました、と主張したところで、反応に困ってしまうというか、信じてあげたい思いもあるのですが、残念ながら信じることはできません。こう言うと堀口くんはブチギレるかもしれませんが、じゃあ、てめえの過去の言動を見返してみろよ、と言いたいです。いずれにせよ、裁判で白黒つけるしかありませんね。パンダだけに、国際政治研究会、こちらも、陳腐な団体だった、週1回のゼミというが、その内容は、論理的思考が展開されておらず、スライド作成能力が低く、まとまっていないために何が言いたいのかわからない、プレゼンテーションを持ち寄るだけの、ゼミという単語の意味を、問いただしたくなるようなものだった。結局、どちらもやめてしまったのだ。なんだろう、いちいち古巣に対して、全力で砂をかけていかないと、死んでしまうのでしょうか。余すことなく、しっかりと全方位に対して、宣戦布告していくスタイル、そこに痺れる、憧れる。部活もサークルも、レベルが、人としてのレベルが低すぎる。堀口くん、ツイッターにおけるにおける、みたいになってますよ。大事なことなので2回言ったのでしょうか。この学習院大学とは何のための場所なのか、よくわからなくなってしまったし、今でもよくわからない。とはいえ、大学のレベルが低いからといって、時計の針を巻き戻すわけにはいかない。こんなレベルの低い大学にいてよいのか、という悩みは、大学の現状が、こんなままでよいのか、という悩みに派生した。つまり大学のレベルが低いなら、志のある人たちで、変えていこうと思い立ったのだ。いや、そうはならんやろ。そんなまどろっこしいことをしている暇があるなら、大学を辞めて他の道に進みましょうよ。そこで、高校や大学の仲間に声をかけた、私と同じ考えを持つ人たち、あるいは、私の指示に従って動いてくれる人たちを、かき集め、部活やサークルを変え、やがては大学の雰囲気を変える、組織を作った、本体要員だけで約20名、部外要員も含めば約40名、各種協力者などの、ステークホルダーを合わせて、約80名、6月に創設した組織を、12月までの間に、かなりの大所帯にした、実際にこの組織で、いろいろなことをやってきた、豊洲で未成年飲酒パーティーを開いた、暴文化部を、警察や大学当局等に通報して、活動停止に追い込んだり、
下品を極める投稿をした、某サークルや、1年生合宿で、大っぴらに飲み明かしたテニスサークルを、大学当局に報告して指導させたり、学習院大学で、最も厄介扱いされている人、といえば、おそらく私の名前が出てくるだろう、そのレベルで暴れてきた。しかし、結局のところ、体育会系運動部にメスを入れるのは、難易度が高すぎた。急に文章の狂気度が一気に100倍ぐらいに跳ね上がったのでびっくりしてしまいました。頭おかしなるかと思ったわ。堀口くんって声をかけて集まるレベルの友達が80人もいたんですね。すごいですね。みんなの人気者じゃないですか。何が真実で何が嘘なのか、それを確かめる術は私たちにはありません。このあたりの文章を読んでいて一瞬さやの歌が頭をよぎりました。堀口くんは今も幻の中で生きているのでしょうか。まあこのあたりの真実も学習院 OB の集団訴訟でもしかしたら一部明らかになるかもしれません。ただプライベートな情報に関してはあまり積極的に表に出さないそうなので過度な期待はしない方が良いでしょう。せめて10人ぐらいの設定にしておきましょうよ。さすがに80人は盛りすぎ行きすぎです。しかし、結局のところ、体育会系運動部にメスを入れるのは、難易度が高すぎた。学習院大学の部活や、サークルに関する調査レポートを、公表する予定でいるが、すでに様々な反響を得ている。もちろん、レポートが完成次第、公表していくつもりでいる。私はすでに一石を投じたどころか、様々なことをやってきた。そしてこれからもそのつもりでいる。様々な反響を得ている。おーそ。しかし現実として、この学習院大学の実態が変わることはないだろう。大学当局も、伝統を維持したいがために、体育会系運動部を変えるつもりはなさそうだ。もちろん理想としては改めていきたい。理想の飽くなき追求こそが、新たな道を開くと信じている。レポートを公開する意義は、これから受験する受験生、大学生活に夢を抱く入学前の高校生、部活やサークルに迷う新入生が、正しい情報を得て、団体を選択することにある。言い換えれば、現役部員と新入生の間にある、情報の非対称性を是正することこそが、レポート公表プロジェクトの意義だ。プロジェクト自体には大きな意義がある。私の後に続いて入学してくる新入生たちが部活やサークルを選ぶ際に公開しないように本来なら得られない情報を提供することで団体を選ぶ際に役立ててもらう。うるさいですね。新入生の心配をする前にまずおめえは自分自身の心配をしてろよ。この人は一体何と戦っているのでしょうか。いますよねこういう人。自分が悪いのに誰かを悪者扱いして一生誰かと戦っている人って共産党と強いつながりがある二刀夢野さんとかもこういうタイプです。なぜか新入生の心配をしていますが新入生は堀口くんのようなことにはおそらくならないと思います。なぜなら新入生は堀口秀俊くんではないからです。堀口秀俊くん固有の問題なのにまるで学習院に問題があるかのように大騒ぎして論点をすり替えるのやめてもらっていいすか。自分に非があるのを認めることがどんだけ嫌なんですか。多席思考やめてください。例えばもし仮に堀口くんのように入学後2ヶ月で大学に通えなくなる学生が大量発生しているとしたら学習院に問題があると言えます。でもそうじゃないでしょ。入学後2ヶ月で大学に通えなくなっているのは堀口くんだけですよね。では大学のせいではありません。堀口くんの問題です。前述の通り団体を選ぶ際に公開した私が二度と誰も公開しなくて済むように、そして学習院大学の現状が改善され学問や学術に向き合える環境になるように、それを願ってのプロジェクトだ。うるせえよ。まず自分の今までの選択を心の底から後悔することから始めましょう。話はそれからです。合わせて新たにリサーチソリューションチームを立ち上げ、部活やサークル向けのコンサルティングソリューションを提供する。具体的には各団体ともに弱点となっている組織構造や人事広報機能といったマネジメント領域での改革を目指す。片方では摘発を、もう片方では改革を、それぞれ推進することで学習院大学の現状をより良い方向へ変えていく。摘発をしてきたチームはすでに創設し発展させてきた。そこで改革のためのチームに専念するため摘発ユニットを公認に引き継いだ。なんか急に意識高い系の企業の公式サイトみたいな文章になっててささ。このあたりの文章からは、現在の意識高い系ノートの片鱗が、若干感じられます。こんなレベルの低い大学にいてよいのか、大学の現状がこんなままでよいのか、そう悩み続けた私なりの、大学へのロイヤルティの証明だ。体育会系運動部や、応援団のメンバーが、学習院の名前を背負い、大学名を連呼して、大学やそのブランドに貢献している、と思っているならば、私は学習院大学を、より良い環境にすることが、その貢献である。学習院大学を、より良い環境にする。それは大変素晴らしい目標ですね。私も応援しております。でも堀口くん、学習院から訓告を食らって退学してるんですよね。
学習院から訓告を食らって退学する人間が、学習院大学をより良い環境にすると言っていたのは笑えます。これは一体どういうことなのでしょうか。あるいは学習院サイドが大学を良くしようと全力を尽くした結果、堀口秀俊に訓告を与えなければ大学を良くすることはできないと判断したのかもしれません。堀口くん、かわいちょ。レポート公表プロジェクトをキタープロモーションで広告宣伝したために予想以上の反響を得て驚いた元日、今年も想像できない一年になりそうだと予告として新年の挨拶とさせていただきたい。2017年1月1日に、ツイッター広告の反応に驚いて、翌日の1月2日に、この記事を執筆しています。正月から何やっとんねん秀俊、他にやることないんですか。堀口くんの言葉を借りると、2024年も、想像できない1年になりそうです。堀口秀俊スペシャルは、おそらくまだまだ続きます。この時点でも、結構妄想が入っているものの、まだ2017年1月は、比較的マシだったことがわかります。この後堀口くんは、さらに悪化していって、よくわからない主張をし始めます。日々新しい情報が入ってきて、なかなか過去の文献まで紹介できていませんが、手が空いたら過去の堀口文書も順次紹介していきたいと思っていますので、よろしくお願いします。結局記事1本で20分経っちゃいました。お知らせです。現在 Amazon ではクリスマスギフトの特設ページが用意されています。もうすぐクリスマスです。聖夜に向けて大切な人にプレゼントを贈るのはいかがですか？あるいは今年1年頑張った自分へのご褒美にちょっとお高いものを買うのもいいですね。お菓子やお酒などクリスマス仕様の包装の商品もあり、見ているだけでも楽しいです。クリスマスのお買い物はぜひ Amazon で、詳細は概要欄のリンクからどうぞ。ちなみに恋愛のクリスマスプレゼントはオフセにて募集しています。白心、私はクリスマス用にスパークリングワインとお菓子でも買おうかな。最後までご視聴ありがとうございました。